どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。お待たせしました。ラビタスの討論会ですね。1回目はソフト寄りのエンジニア、2回目はプロセス寄りのエンジニアさんと対談しまして、最終的にラビタスの社長であるですね、小池社長、なんと対談が実現するということで、小池社長との対談に行ってまいりました。半導体会ということで、チップワンストップさんから スポンサードをいただいてますね。5月16、17日に無料で参加できるウェビナーがあるんですね。パワーデバイスやアナログ製品に関する最新情報やお悩み解決のヒントになるソリューションをお届けしてくれるそうなので、もしよろしければ概要欄からチェックお願いします。と,ということで、対談ですね。スポンサーのチップワンストップさんはですね、動画の内容と全く関係ございませんので、そこはご了承いただきたいと。どうぞ、皆様、いってらっしゃいませ。どうぞ 実現したということで本当ありがとうございます見せていただきました <laughs> すみません私 YouTube を見るのはバイクしか見ないんですよ一応準備してきましたと非常に恐縮なんですけども、ねねね、この裏がですね,ね,ねクロート型に聞いてきた質問です、ねね、僕が準備してきたのが こうううい質問もどかなとと思っててですね準備しきた私は何でも答えられますよわかりましたじゃあまずは新幹線で本も読んできてですねシンギラリティが起こるだろうというお話じゃないですかで「ラピダス」に込める思いの一つとしてこういうような未来をおそらく思い浮かべてるんじゃないかなということを僕も想像してきたんですね非常に偏ってる意見だっていう話もあるかもしれないんですけどおそらく彼もチャット g p t で課金してるんですけどああいう 対話型の AI っていうのは一部のシンギュラリティであると。うん、そうですね。はい。 かつそういったものが今複合的ではなくて各産業ののセグメントごとででああいいうもが出ててきるはずなんすね将来これが統合されたりいろんな産業に今はオフィスだけですけど統合されていくだろうと例えば僕は FA 系の人間なので SMT とか装置とか工作機械とかあとロボットですよねロボットだと共同ロボットが出てきてまして人と一緒に作業ができるロボットこういったロボットもティーチングが必要だったりするんですけどこういったもの おそらく対話型 AI でここからここに移動するとかこういった検査をしてほしいみたいなものが言うだけでしてくれるプログラムを自動で考えてくれるような未来もおそらくくるだろうとこうなってくるとおそらくですけどその肝部分を担ってるのが半導体なので囲い込みが起こると思うもちろん今チャット GPT バードそして中国もやると日本のあれは官僚が僕優秀やったと思うんですけど僕の「お前何言うねん」って話ですけどなぜかと。 いうと、全世界でイーロンマスク筆頭に、A. I. は危ないんじゃないかみたいな議論をしている中で。日本に C. を呼ぶことによって、日本は A. I. に対してオープンですよと。なので、安心してくださいっていうメッセージ性だったと思ってるわけです。あ、今回読んだ。そうです。そうです。そうです。ありがとうございます。海外から見た場合に、日本はその A. I. に寛容だから。日本で開発する土壌を設けてもいいかなっていうことになると思います。なので、あれは、まあ、ちょっと話し出せされるんですけど、よかったです。と 次のフェーズとして、ね、AI の囲い込みをした企業がおそらくビジネスを有利に進めていきますしす、ね、軍事的優位性もおそらくく出てくると思うんですね、うん、例えば戦闘機に対戦型 AI を乗せて、ね、あいつを攻撃するとか、うん、人間からの指令で それをこなすっていうことになってくると、うん、その肝になってるのがおそらく半導体になってくるはずなので,、うんでね、この半導体を囲い込めっていう動きになると思うんですね、うんうん、そうなると、うん、日本として、うん、国のナショナルなシンギラリティの時に必要な半導体がないとやばいよねっていうことになると思うんですよ、うんうん、そうですね、はい ただ、今っていうのは、新ギラリティのために、半導体をやるんだっていうことになると。うん、なかなか説明がつかないわけですよ。うん、誤解を受ける。そうなんですよ。ね、そうなんです。ね、思考が超越するというか。ね、そこを呪術なぎで、話せる人。うん というかか国民からするとそれが,繋がんないと思うんですねなので何言ってんだ AI に使うだう、うん、みたいな日本の企業の上場企業の半分以下の人しかチャット GPT 分かんないわけですから、ねうんすね、一般の方々が分かるわけないですねなのでそういった未来がおそらく来る時に、うん、やっぱり肝を担うのが半導体なので、うん、これはやっておいた方がいいというイメージもあるのではないかなと、ねうん、私のねその出会いはシンュラリティは、はい、このシンュラリティの名前が出る 世の中に、ねはい、もちろんシングルラリティの話が出たらレイカーあは有名な本を書いて私あれもう熟読したんだけどこれは大変なことになると思って。うんうん でそれから研究を一生懸命したんですね、はい、でそれから AI ブームガン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 いろいろ起きたりして、はい、私シンギュラーティ大学を見に行ったし一生懸命研究をしたんですよ、はい、それでそういう世界でやっていくし AI であるとかディープラーニングのプロはごまんといるわけですね <laughs> なるほどでこのチャット GPT が出る前にすで、はい、に全体から見たら、はいはい あまり多くないけども専門家はみんなやってた、うん、だからそれはどん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 発展していってこういう世界が来るなっていうのは一部の人は分かっていた、はい、だけども私はその時思ってその本を書いたのはそういう時代が来てそういう説明と いかに大変なことかとか、<ー>どうやって進歩したってことは一生懸命書いてある本はプロがいっぱい書いてますよね。はい、だけど、そういう時代が来た時に、人間はじゃあどうしたらいいのかっていうことを書いてある本はなかったで。なるほどそれでね。これは優しく、そういう時代になった時、なる前に我々がすべきことは何なのかってことを書いたつもり。うん タスクをある意味我々に突きつけたっていう理解でいいんですかね,ね黙っていたらそういう世界に行くし、うん、マシンはどん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 進化していって、うん、マトレックスの世界ですね,ね,ねマトレックスの世界が来るね。だけどそれはねだけどそうなったら困るとみんな思ってんだけどもそうなる前にじゃあ我々人間が、はい 何をしなきゃいけないのかってことですよねそれをねあんまり言ってる人がいないんで僕が非常に気になってこの本を書いたんですけどね定義づけがされてないですね機械にはできないものがあるんでしょうという形ですよねなんかもうそこに言ったように機械はものすごい急で進歩していって今機械は悪い言うことを聞くわけじゃないですか産年がそこに基づいてあなたがこれをやらせた時に目的はこれであってこういうことしてらないでこういうふうにやりなさいって言ったらあ、そうですねって聞くわけですよねで進化した機械は必ずあなたに聞きますよねあなたいろいろ に指示したけども目的とか何か聞いてるけどもあなたの人生のゴールは何ですかとその時に明確な答えができなかった時に進化したロボットはあなたの言うことを聞くだろうかうん、うん、内容としては抽象的になるんですけど人間が機械よりも秀でてる部分がないと必要のないものって定義されちゃうんで消されちゃうよねっていう話やったと思うんですけど。もううちょっとと違う言いい方するとお互いに作っ ていくんだけどもそこはやっぱり機械が持てないものが持ってくれないと協調にすらロボットは同調してくれないってことですよね安易な発想かもしれませんが僕は進化上に起こるイレギュラーだと思うんですよ X と Y の染色体が結びついて DNA でイレギュラーが起こるわけですよ機械に持ってない特性だと思うんですねなでこれはシンギュラリティが起こったとしても覆せることができないものだと思う うん、そのイレギュラーがあったがゆえに、うん、まあ人間がそこほこになってこういった。うん 社会を構成して AI を作り出すまでになったわけですから、そのイレギュラーはもちろんその速度的には半導体の集合体の AI に進化速度には負けるかもしれないですけど、イレギュラーを自然発生的に起こすことは将来どうなのかなっていうのは思いますね、うん。多分産業界においてものづくりもずっとやってきたようにずっと同じことを踏襲して技術を上げていくって世界もまあそれはそれで美しいんだけど必ず 今までなかったようなイノベーションが起きて、うん、それが新しい世界を作ったわけじゃないですかそうです、うん、それが今日まで築き上げているところであって今おっしゃったことはそういうことの一つの表現かもしれないですね。うん、イノベーションはね、はい、やっぱり ものづくりのコアだと思うコアですね,、うん、ねえこれがないとねやっぱりダメだし、うん、ずっと同じものを投資でやっていくっていうことではこれはやっぱり機会に負けちゃいますよねやっぱりその人間の可能性で、うん、例えば本当にこれは釈迦に成功なんですけども僕は日本人というまだグローバル人材ではないと思ってますので、うんはい、日本人の立場からお話しすると、はい、超 LSI 研究組合があったじゃないですかありましたねあれなんてまさにその日本が誇る、うん、あれすごいですよそう成功事例なわけです,です僕は生まれてないんで 私は見ましたそうですか当時どうだったかっていうことが分からないんで本当にオープンでその生産だけ各メーカーでやるとイノベーションはみんなで頭脳で寄ってたかってやったって聞いてましてまさにあれこそ次なるイノベーションのコアだと思ってるんですねそれはね私ちょうど半導体始めた頃にまだあったんですよでそれはねやっぱりそういうものを感じましたなぜそれが今と違ったかというとやっぱりその時日本の半導体は全然ダメだったんですよ うん、ダメだったというかスタートした時点だからこれでねやっぱりとんでもないことを起こしちゃうっていうねみんな出しを持っったた人間が集まったわけですよ、うん、どっかに私利私欲じゃなくてあるいはどっかに限られた企業だけは何かやればいいっていう世界じゃなくて、うん、みんなで知恵を出し合って新しいものを作ろうっていうのがすごい強かったんですだから極めてうまくいってでそれから各社みんな持ち帰って一生懸命やったわけですね。うんうん そしたらほとんどよに信じられないくらい伸びたんです,そうです全ての半導体がムーアさんをロビー活動に追い立てるまでにしたわけですよね,うすねもうナンバーワンになって <laughs>、うん、これ世界が牛耳ったと思って何でも自分たちはできると思ったんですよ <laughs> ああ ここは大きな間違いだったわけですね、うん、もう全ては実はアメリカから学んできたんだけど <laughs> 全部自分たちがやったと勘違いするぐらいねうーんと傲慢になったんですねなるほどそこはねやっぱり今回はね学ぶものがあってよくテレビでもあるのは一部半導体でアメリカが攻めたことはけしからんっていうのが多いじゃないですか僕は一部思ってます <laughs> ごめんなさい、うん、そこは思考が足らないかもしれないですけどそれはねそういう一面も当然アメリカの立場としてはあるとしても、ええ、やっぱりね 日本が傲慢になっってしまったんですね、うん、必要なことはものづくり太郎さんがいつも思っているように、はい、私も日本の国民性はものづくりっていうことに非常に向いているんですよね。で特に半導体はねめちゃくちゃ向いてます総合サイエンスですから、うん、物理や化学や電子化あらゆるものがね全部いるんですよ。そうです全部いますね,ねその時大事なことは、うん、これをやろうと思った時に俺が俺がというのがあると情報共有できないじゃないですか。うん、確かにににだけど日本人の心のの心中に非常に面白いものがあって、はい いいものを作りたいって気持ちがあるわけですね。なるほどうん、これは自然にね、みんなに情報が共有できるわけじゃないですか。こういう国民ってあんまりないと思うんです そううでですすかか、うん、エゴイズムが強いいっていう感じですかね周りの、うん、エゴイズムっていうかね、はい、自分のアイデンティティっていうかねこれは私の仕事だ<ー>いい意味でも悪い意味でもあると思うんですよ、うん、やっぱりこれは私の大事なプロパティであるしあ<ー>私がやったんだっていうことを強調したい子があると思うんですよねで日本人ってあんまりそこにスティックしない子みんななんだよねパー,ーパスをみんなでやっていこうと、うんうん、まあいいもの作ったらいいじゃないっていうような <laughs> ところがあっていいものを作ったら全力を出すとかね <laughs> まあそういうことに意思統一できる珍しい 国民性あると思うんですよ私はね結構昔から作るのはいいと思っていてだけどその時に前起こしたように何でも自分でやるっていうのはダメでよって世界に優秀なものがあるわけじゃないですかナンバーのスルータでそういうのは我がとても追いつかないものいっぱいあるわけですよね。それを全部引き込んでグローバルの真に信用できるパートナーと組み合わせて日本人の得意なものづくりが組み合わせればこれこそまた素晴らしい世界が展開できるし真に世界に貢献できるんじゃない ということはラビダス寄りの話になりますけどもそこはオープンで雇用ですとか開発はもうニュースに出てる通りアイメックですとか IBM 段階は違えどやっぱりそこの世界の開発プロセスのまあ頭出しを行ってる企業としっかりタッグというかリレーション組んでくっていうガチでいくんでこれからものすごい人数もう第一に送りましたからアルバにガンガン送っていくわけです。 するんですけども、まあ研究開発は今言った I B U のアルバニーとかアイメックでそれぞれにやってるんですけども、はい、この二つともものづくりのプロではないんそうですね。ねそこポイントなんです。<う> 例えば、本当はドイツのことも話したいんですけど、いいですかごめんなさい。カットしちゃうと思うんですけど、実はその超エレサイ研究組合あったじゃないですか。実は、あれ、世界で初めて官民が成功させた事例だったと僕は思ってるんですけど、今、ドイツがそうなってるんですよ。ああ、先週私、EU にいたんです。ああ、そうなんですか。の 本部にも行っていろいろお話をしてくれって言われたんで、はい、えしてきましたし、はい、向こうも EU を全部を挙げて半導体をいかに推進するかってことをやってるんですねああ半導体、うん、全力を挙げてだけど非常に EU の本部の熱意はよく分かって彼、はい、として見たら遅れてた日本がそういう国家プロジェクトができて、はい、LSTC ですよね、はい、できてかつラフィダスっていうなんかわけの分かんない企業が突然出てきてなんか突然走り出してきたと<おー> <laughs> そういうふうに見られてるんですねでびっくりして るわけでラジオしてみたらなんでそんなにうまく成功したんだという感じでしたね。あということはそれは国として企業を作って束ねられたのって、ね、なぜそこ束ねられたかっていう,、ねう,いううん。多分報道はだいぶ研究してましたけども、はい、本音は何なんだというところをまあ知りたかったんでしょうね。 彼の悩みはいくら EU 一体だと言ったって27か国がいろんなこう思いがあるわけですよ言語も違いますからね,ね言語も違うし自分の国のやっぱりアドバンテージを取りたいわけですよねそうするとねものすごく複雑なんですよ <laughs> これはそういった意味でも日本っていうのはプロセスの製造においては力を発揮できるかもしれないですこれはあの新たな視点ですね それすごくロジックに関しては20年遅れたって言われてるでしょ、20年遅れた劇的なことなんだけども、裏返していうと、こういうことがあったがゆえに、ラピダスっていう信じられないことができて、これはだめだっていう悲壮感が、とんでもないアイデアと、なんとかしなきゃいけないっていう、逆にそのピンチはチャンスじゃないですけど、切迫感によって醸成されたということですね。 プロセスの話に入っていきたいんですが、僕は半導体のプロではないと。なので、くろうとさんの意見を聞いた内容をもう非常にブレな部分もあると思うんですが、先生ですが、ぶつけさせていただきたいと思ってまして、2の難しいという意見が結構やっぱり難しいです。そうですね。で、例えば、聞いた話によるとですね、TSMC はやっぱりそのレシピがありまして、やっぱり EUV の高装置をたくさん持 るね、そして各洗浄装置なり、まあ、他の装置含めてデータ取りをして AI で式位を 設定できてある程度半導体作る前に大体どのくらいのぶとまりか分かる設計者から見ると付加価値であるというようなご意見もありました、うん、なるほどとそこまで巨大にやるわけではないと思うんですね。で,タタとであるとただ否定的な意見というかこういう意見があったという話で。現状を半導体の設計に関しては かなり設計の部分でリソースが取られると設計した後に検証がかなり長いので半導体製造が短くなったとしてもこっちが長いとなかなかそのビジネスはどうなのっていうお話もあったんですがそこはどのように総合的にお考えでしょうか。こですね我々が言っているのは単なるものづくりだけを早くするっていうんじゃなくて3つのパートを早くしようとしてるんですね。 この図なんですけども、ええ、デザインデザイン先ほど言って我々としては、まあ、ファンダリーとはいうものの、はい、ファンダリーを超えたような新しいビジネスモデルを作ろうと思ってるんですけどもそういうことですかとねそういうことです、はいまあ、まずはファンダリーですよね、はい、そしてそうすると、まあ、フロントエンドのものを早く作るあるいはバックエンドのファンダリーもあるでしょうからそこを早く作るといろいろあるんでしょうけども、はい、今おっしゃったように TSMC の市場な強みは、はい、お客様コアのデザインしてもそのデザインサポート力がものすごく強いんですだからそこによって で先ほどあったように不まりをいかに早く上げるかとかですね、はい、いう形でやって私どもがいかに早く製品を早く作ったところで、はい、それだけではダメだっていうのは当たってると思うんですね。はい、だから我々,我々考えてるのは私も考えているのは。うん のサポートのスピードそれとフロントエンドのもちろん早く作るということとあと 3D のパッケージですねパッケージこれも含めて全部早くすることなんですでご存じチップレットを使えばあと工程の技術と前工程を2つに分けて作るとかいろんなことを分散すればものすごく早く作れるんですねなるほどでここの融合を考えていて今言ったっけお客さんの興味とご存うに EDA ベンダーってありますよねはいはいはいありますあここが設計のサポートをしてるツールを作ってるそうですねその問題も出てくると思うんです でそれの答えがケーデンスとかシノプスとか彼はものすごくうちに興味があるまものすごく一緒にやろうと言ってきててあとシーメンスもそうですしそういうところはなぜかというと彼はいろんな設計の検証ツールですからいろいろとやるんですけども必ず言ってくのは AI とかディープランニング使ったって本当に動くのってそうでしょうねそう思いますね僕は思いますでその時にもし我らが全部じゃなくてもこのキーのコアなところをパッと作って一回 使ったやつを一週間で検証する結果を見せたらどう思いますか？それは検証がめっちゃかかるって言われてますから、ね、そ,それは嬉しいでしょう、ねね。だからそこのコンビネーションを組みたいんですよ。はい、ああ だから我々は必ずしも前工程の全部の製品を早く作るっていうことだけではなくて前の検証のところも全部早く作れるわけですね、うん、だからそこの設計支援のグループ EDA カンパニーと一緒に手を組むことによって設計の精度フィードバックサイクルをめちゃくちゃ早くしたいということなんですということは間違ってるかもしれないんですが、ええ、設計ラピタスを使えば使うほど設計精度も高くなるし、ええ、早くなるし、ええ、そして製造も楽になるっていう早くブドマネを上げるってことに結びついてるってことですね これは極めて重要なことであって。 はい、もちろんそこには単にかっこいいことなんてアイデアもいっぱいいるわけですね、はい、今言ったようにフィードバックを早くかけるためにはどういう設計仕様が良くて、はい、どういうふうな手を流してサンプルですね、はい、流してとかいうことはアイデアがいっぱいあるんですアイデアはお持ちであると<ー>長年のそうですねああなるほど<ー>そこは多分ね僕聞いても分かんなくなっちゃうと思うんで <laughs> ごめんなさい <laughs> ただこの考え方超垂直統合型かつオープンイノベーションという感じですよね,、うん、ねだ,かだからファンダリーを超えたような新しいビデオモデルを作りたい 昔は垂直統合だったわけですけどそれがファウンダリーに接見されてそのビジネスを塗り替えようとそういうことですね分業していって後工程を前工程を半導体を分けることによってお互いのチームを生かしたわけじゃないですか後工程はどっちかというと人の作業が多いから東南アジアに行っで日本の強かったら全部行っちゃったわけですで今ここはものすごい勢いで自動化が進んでいて我々が得意な領域にまたなろうとしてるわけですね確かにの 装置なんかか日本製ですからねでで私も20年30年ぐらい前から前の会社にいた時からそれを全体を見るようなマネージャーをやってたんですで必ずこれは前工程と後工程を一つにするっていう夢だったんですねでも20年間できなかったです一緒にすると建屋も一緒にするんですか も一緒になる可能性が高いそうすると、やっぱり後工程は自身なので、そこの、でも今、局所クリーン構造だからいいのかもしれないですけど、グレードはね、心配ですよね、でもそこの問題は先っ言ったように、局所クリーン化になってますから、その問題はないですし、携帯が変わって、搬送形態もものすごく進歩してますから、ウェーハーだけを運ぶ装置もあれば、そのガラス基板から後工程に見合った部品から何かの全部運ぶ技術はもう確立しようとしてるんですね。 そこはもうそれをつなげちゃうと使うということですね確立されたでも最大の問題はそこではなくて皆さんから見た時ピンとこないかもしれませんが恐ろしいこの半導体の歴史において半導体の前工程の分かってる人プロも後工程のことはよく分からないああもう分業になってるから分業になってるからで後工程のプロも前工程が何やってるかよく分からないそれはそうでしょうね半導体入ってくるばっかですからでパッケージするわけですから で今必要なのはそうじゃなくてお互いをよく見た上に、はい、総合的なものづくりとして、はい、あるべき姿はどうなのかっていうことを考えられる人間なんですで今若が社代がどんどん人が入ってきて全体最適ですね,ね。だからそれに向けては新しい発想で僕は皆さんもプロだから、はい、前工程のことを一生懸命勉強するのもいいんだけど、はい、あなたは後工程のことを勉強しなさいと後工程の人は前工程を勉強しなさいって言っていてそこで本当の最終的なものづくりっていうのは何なのかっていう。 新しい工場がで,きるんですなるほどヒードバックを早くしてデザインまで戻すね。そ,うですねその製造に最適なデザインとは何かしかもその製造っていうのはフロントとバックを混ぜて超付加価値の高い半導体ですね。 ということは、例えばですね、サムスン、まあ、サンセイと、T. S. M. C. ですね。彼らで、ファンダリーって、まあ、ある意味分け合ってるじゃないですか。なので、T. S. M. C. でできなかったら、まあ、サンセイで作るような。こと、もできるようになってるとは思うんですけども、部分的には。そういうような感じではなくて、もう、ラビダス専用の半導体みたいな、そういう位置づけの半導体になるっていう。私持ってるのは、ええ、今ね、T. S. M. C. はもう強いですからね。もう、あとね、そもそも頑張ってますけども、そこと真っ向勝負。 なるほどそういう意味でのないということですね,ね,ね今の話が前提にあって、ねね、でそこはやっぱりマーケットどんどん広がってきますし、はい、私がやっぱりお客さんとしてお願いしているのは、はい、我々のこのスピード感とイノベーションを起こすような材料があるわけですね、はい、その時にこれをうまく活用してとんでもないイノベーションを生み出す会社と組むということなんです あバリューを生む会社ですねとんでもないバリューというと、ね、さっき出てきたチャット GPT の、うん、あれはもうサーバーで分、ね、からないですけど中身は CPUGPU もう必要になってきますねそれを回すものが必要になっているし、はい、それとでかいサーバー関係とうまくつなぐ世界の構築もいるでしょうし、うん、その時に間違いなく AI を使った AI チップの展開はこれからベンチャー企業は山ほど。 もうすでに現れてますよねかつあ、ええ、ごめんなさい話変わっちゃって、ええ、今の AI の流行りを見てみると、ええ、シンギラリティを前提に考えるとですよ、ええ、おそらく少し曖昧性を持った計算でもいいんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。ええ なななのので半導体の中身も変わってくるんじゃないかな、うん、要するに1・0の世界じゃなくていいのかもしれないなと素人ながら思ったんですが、えー、ただねこれ、えー、気をつけなきゃいけないのはい、私ずっと前の会社でも AI 人材とそれから半導体のどっぷり使ったプロがいるわけじゃないですか、はい、でこれとで AI を使った、はい、ディープラーニングを使ったものづくりっていうのは相当長い間研究してたんですよ AI ともう常に統合したものを、うん、見事に失敗しましたえっ、ー そう思いません要するに AI を学んだ人間は半導体のどうあるかとか、はい、ひょっとすると物理原則とか化学原則を無視してでもまず理論たちを作っていくるんですね。なるほど、ね、これ AI のいいところとに欠点があるわけですね半導体のキャパシティを考えずに、うん、AI の理想だけで走っちゃうっていうイメージですか、ねうんうんね、これね。 多分半導体だけじゃないと思うんだけど、はい、そしてこちらの方は半導体を知り尽くした人間が AI、ディープラーニングを今から一から勉強するのはすごい大変じゃないですか。うんうん、だからこれしないわけですよ。なるほど。勉強しなさていって言ったって、私は忙しいんです、小池さん忙しいんですって言うわけです。うん、で、分かったことはこの AI を勉強した新入社員で勉強した人間が半導体の本当にコア何かっていうことを真剣に勉強して、はい、AI をやっているベテランがディープラーニングと AI を勉強することなんです。 うこうすると本当に何が必要でワックスのパワーを出すにはパワーを出すね,ねだから本当にあってはならない物理限界とか原理幻想からやっちゃいけないのに無理して AI を使って解決を出すっていうようなことはやめるんですねブラックボックス化するのは危険です危極めてああそうですか、ね、ありがとうございます、ね、そうするとね非常にうまく回り出しました幅広い勉強が必要ですねそうですね、はい、だから今あるねオープン AI の世界チャット GPT の世界にしても、はい、間違いなく私はどんどん広がっていくと思うんですが はい、ハードウェア的に専門的知識としてあるいは専門的な領域のビジネスとしてはまだ確立してないですよねしてないですみんながこう広がっていくるんじゃないですか,、はい、か多分そこは変わってくると思うんですよ、ね、大きく進化していくと思います、ね、いやごめんなさい社長ついていけない、ね <laughs> ね、オープン AI があって、ねね、専門的ではないっていうことですかその AI が、ね 要するにあれはデータをたくさん取って、はいね、それで言語によって解決を見いだそうとした、ね、そ,そうそうそうだと思いますだけど真の産業であるとかいうのはもうちょっと具体的に専門領域で全てオープンにしちゃったらそこのプロパティがキープできないわけです、ねはい、ああなるほどなるほど、ね、どんどんオープンすることによってどんどんフィードバックをかけていって、うん、まあみんなが有効になっていって完成度が高まっていく世界ですよね、はい、だけどある程度のプロパティを持った人たちはそれをうまく使いながらも、はい、拡張性はそういう分野を使いながら自分たちの専門 領域だけにうまく回したいはずですよ、ね、そうですよね、うん、シーメンスなんかまさにそうで,う、うん、そうですだからそういうところの融合がこれから行われていくってことですね、うん、だからそのためには専用チップがいるです、ねはい、なるほどね,ね <laughs> よくわかりますまさにシーメンスなんかそうだと思いますよね、うん、そうです工場もクラウド化していくわけですから、はい、その処理に製造業のクラウドに特化したチップが必要ですよね 今後必要になってくるだろうそうですねですから先ほどのことを分かりやすく言うと昔の半導タイヤはお前ちゃん作ってるやつを有効に使うためにお客さんに聞きに行けってこう言われるわけですよねうんそうするとこれ簡単で、はい、スピードが速くて低消費電力で安いところなのです、うん <laughs> <laughs> まあそううううでしょうね,ねそうすると、はいっていってで、どん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 コモディティ化するわけです。ああ、そう、専用チップになっちゃうわけですねうですでお金のあるところは勝つという世界になって、はい、そして日本なんかはどんどんもうかる、今の世界です、<う>まさに。今の世界、はい、でこれはだめであって、はい、僕は言ってるのは、やっぱりどれだけイノベーションを起こして、付加価値を作れる製品を作れるか、でこれを使うことによって、お客さんがもっともっとイノベーティブな製品を作るかっていうこところを組むということなんです。はいはい ただ僕思うんですけども専用チップもパッケージじゃないですかパッケージするっていうことだと思うんで専用チップになるとただパッケージで例えば2つ3つないちは4つぐらいもうチップをワンパッケージにしちゃうともうそれはコモディティ化してるわけだと思うんですけど。 そうするとコモディティテチップなので、ね、だけどそれは3つか4つ後とに1つのチップはコモディティ化じゃなくてスペシャルなわけですよね<ー>でそのお客さんはそれを使うことによって最終製品で全然違うものを作るわけですいくつかのものはある程度共有のものがあるかもしれませんけれどもどだからもう極めて際立った自社しかできないってことが結構いろんなことを組み合わせで楽にできるわけです楽にできるええ、ね、はい、はい しかしながら今われていうのは例えばスマホですとか PC の半導体っていうのは量がめちゃくちゃ履けるとだからこれっていうのはコモディティ化しないというかある意味コモディティ化してるんですけどそれから安くなってるとそうそうですただいっぱい履けるから成り立つわけですよねだからそこは TSMC さんとサムソンさんに頑張ってくださいああなるほどなるほどな私どもはもちろん将来はそういうことになってくるかもしれませんが今は最初にイノベーションを起こすであろうそういう大事なお客様にそんなに 角は必要ないけれども、はい、そういうお客さんって 高値段でで買うんですよなるほど、ね、だってバリューのあるものを作るわけだから、はいうん、スピードを速く作ってくれたら俺はもう全然負けないような製品を作ってやるって自信を持ってるわけです。な、はい、なるほどなるほほどど、ね、ところから、はい、我々の商売が始まってるってことです、はい、そういうことをやっていく最初に作るお客さんと我々がやっぱりしっかりとしたパートナーシップを持つう、ね、もう信頼関係がないとねこれは成り立たくないですだから新しいビジネスモデルって言ったらそういうことなんですねだから A カンパニーができなかったら B とか C に頼めばいいやっていう世界ではなくなってくるんです。はいね そして言いにくい話ではあるんですけどかなりいろんな記事を見るとですねお金が何兆必要であると,ということでまあもちろん何兆って AI みたいなさっきのシンギュラリティの話じゃないですけど半導体によるイノベーションって社会的貢献 で,ペイできれば僕は問題はないとは思う、うん、ある、うん、ないとは言い切れないですけど、ね、いいとは思うんですよねただね、はい、民主主義の新しい産業改革を起こす時には、はい、やっぱり民間企業としての頑張りがいるわけですよね。そうです、ね、でそれは活力になっていくからだからだけどご存じように今回分かったことは、はい、全世界に見たときに半導体産業に 国国とししててお金を出なななかかかっっったたたはわけでで、ね、ですすすそうねこれに多分国が気が付いてくれて、うん、やっぱりこれをしっかりと資金をやろうというふうになったんですねだから我々としてはこれを一緒になってやってるという形で合意していただいたんで、はいはい、最初のところは研究開発をしてかなりの資金を出していただくという形で、うん、国民の皆さんの理解を得ながらね、うん、これを進んでいってこれは何も半導体になくて全産業に貢献することもまあ還元されますからね,ね人材という意味では、ねね、そはこ,こを丁寧に進めすと同時に我々としては民間としてですね広く社会 貢献でききる会社になっっててくべきだと思ってますけどね、うん、確かにブーカの時代なので、うん、まあどうなるか分からないです,、ねうん、ですただはっきり言えることは、はい、よくあるのは国としてそれと民間としての話いつもあるじゃないですか、うん、だけど大事なことははっきり今回でもウルトラブーカの時代と米中戦争とかウクライナ戦争が起きたことによって我々の目指す的な最終的なゴールは同じだってことはみんな分かったはずなんですねもちろんだからお金におけるきちんとしたことは分けなきゃいけないん、うんうん、国の言うことと民間の言うことは。 ミッションエコノミーですよねこれはやっぱり 本当に最終的なゴールは同じで、うん、人類を幸福にして豊かにするっていうことにあることは間違いないと思うんですよね、うん、確かに、えー、そこはねこれからは民間であるから儲かることが第一であって、うん、売上と利益率がどうだこうだっていう世界だけでは済まされなくなってきてると思うん、半導体は間違いなく私もずっとやってきてもいいんですけど人間を便利にしただってみんな便利じゃないですか,確かにあの前に乗って <laughs> 電車に乗ったら前に乗る7人が一斉にスマートフォンをますよねでその時に私いつも見てるんだけどみんなが幸せ 顔をしているかどうかですね、うん、すとそれはみんながこう喜んで笑っているっていう顔してる人は一人いるかいないかものすごく深刻な顔してね、うん、うんやってると私の方は半導体としてやっぱり本当の意味で人類を幸せに豊かにですね充実したものにするっていうものは何だろうかっていうことを考えたいと思いますそうそう思います、えー、我々の会社の,そのゴールはそれですだからよくみんな当たり前のように会社のゴールとかミッションを作るけども、うん、真剣にこれを持ってるんですだから本当にをを通して人々幸せ 豊かに充実したものにするっていうことが最終的にはすことになってですね,そ,ですねそのためにやっぱり世界最先端の技術をやらなきゃだめな,なんです、ねうんうん、イノベーションを起こすためにですねうん、うん、これをやってしっかりと作っていきますよっていうこととあとそれをやるために大学と研究機関と一緒になって世界中のところでやってですねイノベーションを起こすようなことをやっていく人材教育がいるんですね、うん、そうです、ね、そこをどう,どうするんですか基本的にななっっててきますいいろんな方法があってはい 一つはですね今 LSTC も通して一緒になって今やってるんですけども大学連携を一緒にやってですねいろんな大学で大学の得意だっていうのはあるけどみんなバラバラに動いてるじゃないですかそう思いますドイツと違って本当に悔しいこれをね今度一つにしてねラピダスができたからこれを一つの基準として産業界に本当に役立つ研究をしようっていうふうに今動いてくれてるんですねでこれとアメリカともコラボを行って欧州ともコラボを行って学生の交換をやって彼らのイノベーティッな発想とか 技術を日本の学生がってでも彼は日本に来てマイファクシングの勉強するとかねそういう議論も始まってますあいいね学生にとってもチャンスですよねチャンス半導体ってよく分かんなかったのがそうかっていうのを具体的に学べるチャンスかつ自分の金も少し必要かもしれないそこはよく分かりませんけども補助が出るわけじゃないですかそれを半導体に乗っけて自分をグレードアップできるっていうのもいいですよねもう一個重要なことはそれはああそれははい当てますえ <laughs> 安易な考えで申し訳ないんですけど、うん、やっぱ呼び込むっていうことを。 うんじゃないですか。そうですね。はい。でも、より込む時に、ものづくり太郎さんも、多分自分の将来とか、一生で、これをやってやろうと思ったのは。大学に入ってからですか。はい、それを最終的に具体的なイメージを作れたけども、はい、俺自身の持ってる強みとか。はいはい。なんかものづくりが好きそうだなとかいうのは、うん、もっともっと若い時に生まれてません。そうですね。うん、うん。やっぱり、ゾイドとか、そういうところですね。ねゾイドっていうアニメがあってさ。<laughs> ロボットアニメなんですけど、まあ、そういうの、まあ、組み立てるとか。そういうい、うん とからだと思います、ね、私もね多分幼稚園の時に自分は大工になると思いましたああ書いてありましたね,ねだからね多分みんなのインスピレーションでこういう方向だ確定したものじゃなくてもこういう興味とこういうことをやってみたいっていう興味は多分幼稚園とか小学校の時に多分始まってるんです始まってると思います、ね、それがね、はい、ないと思うんですよそのの頃に半導体の、ね、しなんて教 誰もいないですし残念なのはやっぱり学ばないんですよねもう一つ残念なビジネス学ばないってことなんですけどそういう機会をねこれからやっていくっていうのにとしても大いに協力したいですああ素晴らしいですそこで実はご意見を一つ預かっておりまして東芝の大工さんですね大工さん言っていいのかわかんないけど彼が言ってたのは同じぐらいのご年で大工さんっちょっと若いと思うんですけどもエヴァンジェリストだったと思います半導体の。半導体 検査がユーチューバーとして役に立てることありますかと。<ー>ご協力できませんか、何かっていうようなことは。これはですね。ぜひとも私の方が今やって。 っているあのこういう活動とかいうのですねはいご理解いただいて、はい、広く一般の人にをしっかりと理解していただくっていうのは重要でああああああたってみんなわか,、ね、かんないんですよ。そうわかんないんですよこのやっぱりねテレビ見てもなんとなくそういうことをやってるかもしれないとか、えー、大丈夫なのかっていう意見が出るんだけど youtube を見るような人たちはやっぱりもうちょっと違った観点とか、はい、それと浸透度は全く違うと思うんですよねですからぜひそういう意味では悪い、まあ、にやってることをよく見ていただいていろんな人に広げ いただくことものすさ人啓蒙ですねこれを見ていただいたパパさんは息子に僕の動画を紹介してほしいと娘さんにあとまあ本でも解かれてましたけど学校に講演をしに行ってほしいみたいなメーカーの人がそうここすごい僕残念なのが日本で働きたくない将来大学生のアンケートで働きたくないランキングに1位が金融なんですけど2位が製造業なんですよそれは寂しいめちゃくちゃ寂しくってもう日本なんて製造業で ってるるような国な国んんででの価値が落ちるんで輸出のね8割以上は製造業が生み出したプロダクトなのでなのでそういうふうにメーカーの人が今もう一度奮起いただいてやっぱ高校とかまあこれ難しい話かもしれませんけど中学に行って半導体こうだぞとか車の製造ってこうだぞっていう話をしていただきたいです,、ね、ぜひそうすべきだと思が、ね、私もねボランティアで3つの大学でも教えてるんですけどもやっぱり。 高校に行った時違ったし、今度は中学にもチャレンジしてみたいと思うし、はいうん、小学校の人もそういうお話をする機会を増やしたいと思ってます、ね、なるほど。ぜひそれはね、ものづくり太郎さんに、なんか、われがそんなことをやってるのを YouTube で広めてもらって、はい、多くの人がそういうことに挑戦するようにしてもらいたい僕だけかもしれませんけど、盛り上がったのは。<laughs> <laughs> 大抵聞けたんじゃないかなというふうには思いますがもし最後 YouTube の視聴者に向けてですね一言であります一言あればこの間入社式やったんですよ読み入るのは人が足りないんじゃないか絶対失敗してないですか入社式やりましたね毎月入社式やってるんですよ毎月。によっては毎週やったかもしれないけどどんどん入ってきてるからそれでこの間もテレビで皆さん見た時に入社式ってこうやるじゃないですか4月にあって3日にで新入社員のね大学出しそばいて社長が真ん中で喋ってチャット GPT に喋らせた いいとかなんかあるけども <laughs> パナソニックコネクトの樋口社長やってたねそれええ、それでね <laughs> <う>私はねいつもね、はい、毎回違うことを喋るんですよ<ー>ねそれでねうちの入社して面白いですよだって4月3日の入社式は平均年齢50.1歳だったそれはね<お>だからね,、はい、ねまあこちらに今募集してんのがこれができてあれができてって結構うるさいこと言ったそうでしょうね、うん、そうするとそれでねやっぱりベテランのベテランがね待ってましたというばかりこう応募してくるんですよ だからねその入社式が面白いなそういう人たちがバーッと見ててで僕が一生懸命こう喋ってるともうね目がギラギラしてるもう情熱が溢れてるっていう感じでちょうどちょっと氷河期入ってるのかなし半導体がこうなってきてふつふつとしてる人たちですよね恐らくねだからそれはね世界から戻ってきてる人も多いしいろんな企業からね自分がやりたかったのはこれだっていうんで挑戦してくれてるわけですなるほどこれは第な弾でやって第二弾は若い人にもうガーンてこう入ってきて次のことをやってもらわなきゃいけないんでしかもね いろんなプロフェッショナルが集まってるわけですから、ね、自分を逃すためには、またとない土壌ですよね。ねね海外にも行けるし。はい、ということで、はい、皆さん、募集中 <laughs> <laughs> 今聞いていただいて、どういうことを目指しているか、他の記事よりは絶対的に明瞭になったはずなので、ああで共感をいただいた方はぜひね、ね問い合わせいただきたいと。そうですね。 でその新入社員に向かって言ったことはうちの会社に大事なことは2つですぜひ聞かさせてくださいそれはね志なんですよなるほど志をね立てて持って万事の源となすっていうのがあるじゃないですか志から変わってくるわけです志がもうすべての仕組みを作っていく上の根底になるそうやと思いますですよねでこれがもううちの会社ができた原点であって志がすべてでしたということが一点であと一世 一つの誠がえ超人を鑑すごい。 何兆人の人たちは志をもってすればあなたのやってることはこうだったということに感動して必ず分かってくれるだから志がなかったら我々がやってることは分からないですよ、うん、俺たちこれやってるんだからいいだろうというのがダメであって、うん、この本当に大事なことは志でもって進めていってこれを理解してもらうためには絶えず誠を持って進めなきゃダメですっていうこれは有名な当事者のあの人が言ったとん尊塾の松下、ね、とありがとうございます、ね、僕の志があります して僕はまあユーチューバーでございますから工場建てたいとなぜ工場建てるんだっていうことでございますがジョョブシップやりたいですねなぜジョブショップやりたいかというと日本の工作機械の雫です稼働率8時間のうちどのくらい動いてるかっていうと10%台なんですよ日本の平均が要するに言葉は悪いんですけどクソ非効率であるとなのでそんなじゃ世界で勝てんぞと工場建てて効率的なものづくりとはこうやるんだお前らということを全部オープンにして いいきたいとそうすればみんな僕の動画見るしトレ、うん、を見て会社に適用してくれれば効率上がりますし。うん もう一個お願いしていいです。あ、もう一個うん。のね、ものすごく大事で、高効率だってものすごく大事だと思うんですけど、私すごく思ってるのは、次大事なことはエコなんですよ。グリーン化とエコなんですで、これに真剣に取り組まないと、地球は病んでるわけですよね。だからね、これに真剣にやらないと、ダメになると思ってます。だから、ぜひですね、そのためにはイノベーションもいるんですよ。うん。画期的な。そうやと思います。材料から電気とか無駄遣いしてるわけですからそうです、そうです。だから、効率という言葉の裏にね、これをやグリーンでやると。うん。グリーンでなけゃダラビダもそうですからね。 緑のの富士このためにはすごいイノベーションがいるのでこれを日本はやっぱり先頭立ってやっていくとさすがですねせっかく話していただいたら僕の志も話さなあかんなと思ったわけでございまして先生でございますが話をさせていただきましたということで以上になりますどうもありがとうございましししたたたありがとうございまおお疲疲れれ様様ででした。 はい。ということで、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうかとう。個人的な、やっぱり、所感というか、感想も改めてですね、対談終わった後にですね、編集通じて言えることとすればですね、莫大な投資がやっぱり、このラピタスですね、設立には必要でございますが、半導体ですね、コアとなる、まあ、最適な、そして性能のいい、 半導体を持つことによってその半導体が起こすようなイノベーションで投資以上の回収も可能なものがおそらく半導体であろうと将来ですよ例えば2027年とか2020年代後半もしくは30年代初頭になっ 時に半導体をを使ったソリューションを日本だけが持てないと例えばわかんないですよわかんないですよ一つの可能性として半導体の囲い込みが実際に起こるかもしれないとそういった時に日本だけ土壌に立てないっていうのはものすごく寂しいと思うそういったことも一つ言えるんじゃないかなとプラスやっぱり物事はですね実行しないと成功しないんですね文句だけ言ってても全く成功しないとなのでやるということが大切でございますその目をつむ判断はね皆さんお金 金がかかかるとか本当に成功するのかとか言ってますけどもそういった議論で一気に積んでしまうというものは正しいのかねそういった議論もあってはいいいいいいいんじゃないかなかととう,うに思いますとはい、いずれにしろですねこの最先端の半導体に投する投資というタイミングは今しかないという状況 だったんですね半導体のプロフェッショナルがこのラピタスにはどんどん集まってるということでございましてこんなですね機会ですねもうあと10年遅ければ半導体第1 0級の人たちっていうのはもう65歳以上のよぼよぼのじじいになってるわけですねもう今が最後のチャンスなわけですよ。ここでこでのチャンスを拾いいに行かないと将来現れないだろうということでひ、まあ、一言言えるとすればやっぱり製造業を応援する身としては皆さんに頑張っていただきたいというね このエールに変えて今回の動画ですね、えー、ラビダス設立ですね小池社長対談以上でございますお疲れ様でございましたとはい引き続きですね東方このものづくり太郎も日本の製造業を応援 しし続けていいいいきたいと思いまますすのでどうぞよろしくお願いします今回は半導体会ですね、まあ、対談が続いていたんですが皆さんお約束通りですね小池社長と対談を果たしてですねお届けさせていただきました半導体の他にもですね工作機械そして FA ですね自動車関連等々発信しておりますものづくりに関連 されてる方です、ね、ものづくり業界で働いてる方そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は是非チャンネル登録いただいて応援をしてあげてください刺激になればいいねマークも押していただければ幸いでございますそして最後次回何やるんだの前にスポンサー動画でございますどうぞ 製造業でウェブマーケティングにお困りの方って絶対いるんですよ。ウェブっていうのは24時間ずっと働いてるので、これを活用しない手はないんですね。製造業のウェブ構築に特化した企業とコラボさせていただきます。一緒にウェブで新規顧客をですね、獲得しましょう。詳しくは概要欄からお願いします。 次回はですね EV のジレンマ会になっておりますね。しかもいろんな情報を集めて発信してるわけですけども実際に牛舎が思うこの EV のジレンマがあるとそれを皆さんにお届けさせていただきたいと思いますねこちらも楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。ということでまた次回の動画で会いましょう。じゃあねっちバイバイ小池社長ありがとうございました。